皆さんこんにちは、みずきです。今日はデート企画をやりたいと思います。イエーイ。スペシャルゲストをお呼びしております。誰？バロックのおしゃれ番長ひきちさんです。今日はひきちさんをお呼びして、皆さんからいただいたテーマに沿ったカップルデート服をご紹介していきたいと思います。なるほど。はい、メンズのみんなはもうぜひ参考にしていただきたいなと思いますので。めちゃくちゃプレッシャーですね。はい、じゃあ1着目のテーマはイルミネーション、着替えてきました。じゃーん、どうでしょうか。すごいいいと思います。本当ですか。はい、外のデートだなと思ったので、寒いじゃないですか。はい、のでちょっと厚手のコートは着てみたんですけど、はい、ダウンとかミニタリーとかのカジュアルなアウターで寒さ対策っていうよりは、ちょっと白のモコモコのコートで可愛さを出しつつっていうのを可愛いです、はい、意識してみました。イルミネーション外だから多分アウターが可愛い感じかなと思って、パッと見で可愛いって思われるようなアウターを選んでみました。サイズ感とかシルエットとかをこだわってみました。はいはい、まあ、中も、はい、中も紹介していきます。中も素敵で、どうですか、可愛いですか。可愛いです。え、嬉しい。すごい可愛い。本当ですか。やった。上級者ですよね。え、本当ですか。なんか緑のパンツとかってすごい難しそうだなってイメージがあるんですけど、うんうんうん、カラーパンツでもこの色合わせがすごい馴染んでて、可愛いです。全部言ってくれました。寒いしレイヤードしてみようかなと思って、これがなかったらちょっと普通、うん、物足りない感じがするので、中にレイヤードでシャツを入れて上級者感を出しつつ大人っぽくいいですね見たんですけど、なんかちょっと横歩くの緊張して、嘘嘘だ。本当ですか。なんかこれ男気しないのかな。でもいやいやいや、なんか逆にいいんじゃないですか。このイルミネーションに行った時に、はい、なんかいつもと違うぞみたいな。あー、逆に、はい、普段ヒールとか履かないけど、うん、デートだから、はいはい、ブーツ履いてますよとか。いや、いいですね。なんかそのちょっとこうドキッとした時の緊張感みたいなのがまたたまらないですよね。たまらないですよね。はい、ひきちさんのコーディネート、はい、かわいい。かわいいですか。はい、これかわいいって言った方がいいんですか、女の子って。あ、どうなんですかね。かっこいい。でもかっこいいの方が男の子は嬉しいんですかね。かっこいいです。ありがとうございます。コーデのポイントを教えてください。ポイント、そうですね、イルミネーションで多分外なんで、ちょっとこう防寒も考えながら、うんうんうん、中に厚めのニットを入れてて、それこそカジュアルになりすぎないように、ちょっとこう例えばイルミネーションの後に食事に行くとかってなっちゃったら、こうカジュアルすぎたら確かに、あ、やばいみたいな、確かに、になると思うんですよね。うんうんうん、なので、まあ、そういうところにも行きやすいようにちょっときれいめなアウターと、足元もこうスニーカーじゃなくてちょっと革のものにしてます。はい、ポイントはなかなか黒とネイビーってこう合わせるのが難しいって結構一般的に言われると思うんですけど、うん、あえてそこを合わせてみてベージュでこうなじませるみたいな感じになってます。上級者すぎません。上級者ですよね。上級者ですか。上級者ですよ。こうワイドパンツって結構最初抵抗ある方も多いと思うんですけど、うんうんうん、その割にはこう太すぎないというか、うん、テーパードしてるんで、こう下に行くにつれて細くなっていってるんで、すごい履きやすいかなと思います。私、男性の方にテーパードとかワイドパンツ履いてほしいんですけど、はいはい、全然履かないじゃないですか。変な細身のデニムとかやめてほしい。もう今すぐ捨てた方がいい、あの変なやつ。ピチピチのやつ。ピチピチのやつ、もう本当に嫌ですもんね。登竜門的なとこありますよ、やっぱり。やっぱそうなんですか。はい、そこからだんだんこう太いのになっていくというか、うん、待ってたらなりますか。なりますから、はい、待てばいいもうちょっと世の中の男性の細身パンツがなくなるのを待ってます、私は。はい、やってます。すごい、ありがとうございます。写真とか撮るから上半身色あったり、はい、デザインのあるものだったら可愛いんじゃないですか。なんかいいですね、なんかこう冬感出てます。うん、出てますね。やっぱキャメルとアイボリーって冬感出ますね。よかった。イエーイ。1着目こんな感じです。はい、2着目のテーマは
ディズニーコーデです。イエーイ、ディズニー、ディズニー行きたいっす、行きたいっす、もうこれ圧倒的オーガンなんで。そうなんですね、まあでもみんなそうですよね、うん、こんな感じでディズニー行きます。どうですか、私のポイントは、はい、なんだろう、ディズニー被り物被る設定をして、うん、被り物を視聴できるコーデにしてみました。かわいいです。なんかディズニー行くって考えたらロングのアウター着ないなと思って、そうです、ね、さっきみたいな1着目のロングコートとかはきっと着ないから、確かにショートアウターで考えてて、ショートではボリュームもあってかわいい、うん、かぶり物かぶっても可愛いかつあったかいっていうので、はいはいはい、この B3 アウターが最適だなと思って選びました。可愛いです。やった。いやそれで言うと僕はすごいあのシンプルに仕上げました。かぶり物めっちゃ映えると思います。はい。ポイントとしては、はい、ディズニーなんで、うん、もう一日中動き回るじゃないですか。うんうん、確かになので、まあえてこうスウェットのセットアップに、はい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 、これセットアップなんだ、はい、してみました。ただちょっとあのさっきみずきちゃんが細いパンツてんてんてんみたいな感じだったんで、めちゃくちゃ細いの履いてると思って私あれと思ったんですけど、はい、もうなんかデニムじゃないからかな、そんな嫌な感じはしない。そうなんですよ。あとこう下にちょっとたまるんで、うんうん、あんまこうなんていうんですか、ピタピタのスキニーみたいな見え方はしないと思います、うんうん、ネイビーでまとめたんですね。ネイビーです、もうオールネイビーコーデとなっております。ブラックじゃないところがおしゃれですね。そうなんですよね。でこの上もスタジャンで、スタジャンってスポーティーですけど、うん、じゃなくてこのクール系のスタジャンで綺麗めなんで、うんうん、まあ、それとスウェットのセットアップでこうカジュアルになりすぎないっていうところがポイントとなっております。はいはいはい、大人なスウェット、はい、大人スウェットコーデ、上級者にもスウェットを使うコーデですよね、これが。そうです。であのいい、スウェットもハイネックになってて、うんうんうん、うん、はい、家着みたいな感じにはならないと思います。確かに、はい、ここがあるのとないだけで、そうそうなんですよ、全然違う、全然違う、これはすごい合わせやすいんで。確かに、はい、私も中スウェットで、お、リンクしました。スウェットがリンクしたリンクコーデになりました。リンクコーデになりました、はい、デニムディズニーいけんのって思ったんですけど、リアルにワンピースとかは、うん、まあ、乗り物乗るときに、そうですね、ここがねちょっと気になっちゃうし、うん、写真とか撮ったときにワンピースだと結構スタイル悪く見えちゃうことがある気がするの。なるほど。絶対スニーカーとペタンボじゃないですか、まず靴が、はいはい、そうです。だからもうその時点でちょっと漏れないというか、あ、まあ、すごい、厚底とか履けばあれだけど、はいはい、まあ、漏れないから絶対美脚に見えるハイウエストデニムを選ぶ方がワンピースとかスカート着るより間違いないなと思って、そうしがち。なるほど、はい、めちゃめちゃ考えられてる。めちゃくちゃ考えられてる。すごい女子目線ですね。女子目線で勉強になります、はい、考えてみましたこんな感じでディズニーどうでしょう。走り回れます。走り回れます。はい、ではでは3着目ですか。3着目です。3コーデ目。3コーデ目は、はい、ディナーです。ディナー、イエーイ、ディナーです。ディナーコーデになっております。はい、ちょっと雰囲気がガラッと変わって、どうでしょうか、大人の女性っていう感じでいいですね。そう思われたいですね男性には。ポイントはワンピースでブラックが一番無難かなという感じで、可愛いっていう思われるよりは大人っぽくちょっと色っぽいとか女性らしいなとかっていう印象を持たれたいなと思ったので、はい、ブラックでまとめてみました。なるほど。まあ、なんかニット素材のワンピースというよりは、私はディナーとかはこのぐらい薄手、うん、というか、まあ、ちょっと薄めでいいかなと思います、はいはい、このウエストが可愛いですね。可愛いですね、はい、素材もなんか動きがあって、うん、女性らしさを際立たせてくれるワンピースっていう感じがします。すごい、そんな風に素材も動きがあって男性に言われたことないんですこのなんか脂肪感がある素材が、うん、
なんか表面感がこう、うんうん、ある方が使いやすいですよね。なんかこうつるっとしてるとなかなかこう上級者感出ちゃうんですけど、こう表面感があった方がいろいろ合わせもしやすい。確かに確かに挑戦しやすいというか、はい、そんなに違和感なく着れるんじゃないかなと思われます。168cm でこの丈感なので結構長さあるし、おすすめです。高身長さんにも。アウターはこのスライのスウェードジャケットを着てみました。これは本当にどんな時にも使えるので。確かにノーカラーっていうだけでこの大人っぽい感じで確かにノーカラー着とけみたいな感じありますよね。カジュアル感がなくなりますよね、うん、信頼できるこのアウターに頼りました、はい、どうでしょうか、はい、ディナーいけますかね。これちょっと横歩くの緊張してます。こっち系のやつ。こっち系のリナ。こっち系のリナ。こっち系のリナ。こっち系をちょっとイメージしました。いや素晴らしい。はい。ちょっとそこのあなた。はい。ゼニガタじゃんって思いませんでしたか。新潟警部ではございません。じゃないんですね。じゃないです。まあ、中に室内はアウターを脱ぐと思うんで、アウターを脱ぐと実はですね、はい、お持ちいたしますよ。ああ大丈夫ですよ、はい、はい、おセットアップになってます。おしゃれ。いかがでしょうか。セットアップ、はい、なんですかこのベルトの、ベルトをこうちょっとすごい上級者感が、長めのベルトで遊び心がある感じになってます、うんうんうん、いいですね、ベルトのパンツ。この人気のパンツは、うん、あのウエスト位置も高くて、うん、足長効果があるんでよく気に入って履いてるんですよね。形めっちゃ綺麗ですね。そう、そうなんですよ、綺麗なんですよ。ゴムなんですか。ウエストもゴムです。ゴムで履きやすくて、ゴムだとカジュアル感っていうか出ちゃうんですけど、ちゃんとこうベルトループもある、ベルトも通せるんです、うんうん、確かに。なのでちょっとあえてベルトをつけてきました。おしゃれ。いかがですか。おしゃれ、止まってないです全然。よかったです。がっつり決めすぎてもなんかちょっと嫌だなっていうのがあったんで、うんうん、ちょっときれいめな感じでシャツのセットアップっていう感じにしてみました。はい、かっこいい。なんか全体通しても雰囲気がおしゃれだし、似合ってます。もう水木ちゃんに言ってもらったら嬉しいですね。なんですかこの照れますね。照れますね。着ると禁止。いや着るとねちょっと銭形になっちゃいます。インしてる男性めっちゃ好きなんですよね私。これも結構ハードル高いですよね。ハードル高いっていう方多いですよね、うん、なかなかないですけど。ないですよね、はい、でも年齢なんですかね、徐々になんか僕上に上がってきました。あ、本当ですか。ハイウエスト、ハイウエストがすごい落ち着きます。へえ、そうなんですね。女性はハイウエストがもう主流だけど、男性のよくわからないから。最近でも増えてきてると思います。そうなんですね、はい、じゃあもう今が挑戦するから、はい、ぜひしてみてほしいです。してほしいです。じゃあちょっとディナー行ってきます。行ってきます。これ何着目だ。4着目か。最後はラスト。はい、よっしゃ。じゃあ、はい、では4着目は温泉コーデです。イエーイ。これも行きたい。行きたい。すごいリクエストが多かったので、ね、多分一泊とかでね、温泉というか多分泊まりで、はいはい、宿泊的なドライブとかも兼ねて、うん、全部含めた感じでやってみたんですけど、今の時期リクエストそうですね。おそう。リンクコーデになってるじゃないですか。ちょっと行き合ってきましたよね、このカップル。いい感じじゃないですか。お似合いになってきた。はい、私的なポイントは、はい、多分寒いところに行くなと思ったので、もちろん防寒はしっかりというところで、はい、ダウンも選びました。車とか移動が多いかなと思って、脱ぎ着しやすいワンピース、ニット素材で、よりこう、締め付け感とかがないワンピースにしていて、カジュアルになりすぎない。元は上下のフルーツを合わせてワントーンっぽい感じのものにしてみたいんですけど、可愛 いと思います。可愛 いですか。はい、男向け、いや全然すると思います。本当ですか。色とか形でするかな。これすごい可愛くないですか。可愛いです。白にもポイントがあって、うん、可愛いです。でもワンピースは基本的に男の子好きなんです、うん、で色とかもムーディーな柔らかい色とかを選んであげた方が、はい、女性らしいというか、
いと思います。可愛いですよね。タケちゃんも似てますよね。そうなんです。ヌーディー系。ヌーディー系で色を合わせてみたんですけど。かっこいい。結構細身ですね。そうなんですよ。細身ちゃん系じゃないですか。大丈夫ですかこれ。いや。でもいや本当に NG だったけど、デニムじゃないからかな。でもそんなに細すぎるわけでもないんです。腰回りとかもすごいしっかりしてて。で細くなっていくテーパーの形なので、いったみたっていう感じではなります。はい、あとはサイズで調節してもらったらもうちょっといったりはなるかなと思います。はい。なんかこういうヌーディー系って調節しにくいじゃないですか。そうなんですよ、ね。包丁とか。なのでポイントとしては黒のアイテムを入れてアウターとシューズと黒を入れて締めるみたいな感じにしてみました。素敵です。なんか拍手起きてますわかつ、ドライブデートっていうことだったので、アウターをこうすぐ脱ぎやすいように、はい、こう引っかからないようなアウターにしてみました。かっこいい。かっこいいですよね。女子受けしそうな男性コーデだと思う。じゃあ行ってきます。行ってきます。最後5着目は初詣コーデです。イエーイ。やってまいりました。やってましておめでとうございます。やってましておめでとうございます。そして皆様気づきましたか、どんどんリンクしてるんですよ。すごいですよね。どんどんリンクしてきました。打ち合わせなしでお互い着替えて出てきてるんですけど、後半のリンク具合にびっくり。はい、すいません。非常にびっくりします。嬉しいです、先生とリンクできて。先生やめてください。めちゃくちゃ可愛いです。あ、本当ですか。カーキとオレンジとデニムっていいっすね。嬉しい。王道な、王道だけどなんかこう新鮮味もあって嬉しい。可愛い。新年ちょっとカラーも取り入れて一年バシッとやってやるぞみたいな。あー、気合が、気合がなんか日の丸のなんか気合が含まれてました。まずこのミニタリーがすごい可愛いのでこれを取り入れたくて、まあ、本当にデニムと、まあ、ラフだけどおしゃれ感は忘れず、うん、カジュアルな感じここまでの流れであんまなかったですよね。そうですね、確かにこのアウターがマジで結構可愛くて、いやこれ可愛いです。え、めっちゃ可愛いですよね。めちゃくちゃ可愛い。エマさんとスライのコラボ商品で、うん、毎回めちゃくちゃ並ぶんですよ。めちゃくちゃ並ぶ。もうこれ可愛いし欲しいけどマジで買えないんじゃないかとスタッフがリアルにヒヤヒヤしてるやつ。なるほど。じゃあまだこれは発売されてないんですね。そうなんですよ、1月に発売予定なのでこれ多分メンズも着れるんですよ。え、そうなんですか。着てください。メンズも着れる。あ、じゃあすいません。はい、どうぞ。店員さんありがとうございます。ほんとだ。かわいい。え、全然着れるっておしゃれ。いい、めっちゃいいですね。すごい可愛い。あ、すごい可愛い。中のが取り外しできますよね。取り外しできるし、フードも取り外しできるし、並ばないとでも買えないですよね。並びます。私たちも大人気なので皆さんぜひぜひお早めに。ありがとうございます。先生のコーディネート教えてください。あ、僕はいつもでなんか並ぶイメージあったんで、うん、交換はちゃんとしたいなって思ってて、うん、上もこう中綿のカーキのアウターに、あったかそう。下が実はこれ暖パンみたいな感じで暖房の暖です。あー、あったかいってことですね。はい、あったかいです。なるほど、初詣っぽい。すごい初詣っぽい。グレーのサーマルが、サーマルが可愛いです。はい、これちょっと丈長いんですか。これは身幅も結構あって、うん、細長くなりすぎないんですよ、うん、なので使いやすいです。こういうルーズなシルエットのものもいいですね。おみくじ引きに行ってきます。行ってきます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご講でテーマ別で、はい、スタイリングしてみたんですけどいかがだったでしょうか。なんか僕ね本当に良かったんですかっていう感じですけど、本当にもうありがとうございますしかないです。もうありがとうございます。良ければね高齢化したいなって私は思ってます。はい、恐縮でございます。僕で良ければいつでも。本当にありがとうございます。全然こう質問とか、ね、うん、あったら聞きたいなっていうのは、はい、確かにこんなのが見たいとかも教えてほしいですね。はい、そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。またバイバーイ。